オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は6月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは6月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。トランプ大統領、フランスワインに対し何か行動する、関税引き上げを示唆。6月10日月曜日、トランプ大統領はアメリカに輸入されているフランスワインに対して公平にするために何か行動をするつもりだと述べ、フランス産ワインへの関税を引き上げることを匂わせる発言をしました。パリのトラムが遅すぎる、信号待ちに交差点、トラム優先への声。6月11日火曜日、パリを走っているトラムが遅すぎるとして、イルドフランス交通機関利用者協会のマルク・ペリシエ代表が、我々は信号機よりもトラムを優先させる必要があると述べ、利用者から不満の声が相次いでいるトラムの状況改善を求める声明を発表したと現地メディアが伝えました。パリ空港公団民営化に国民投票か、フランス政府が署名集め開始。6月13日木曜日、フランス政府はパリ空港公団民営化の是非を決める国民投票の開催に必要な署名集めを開始しました。ノートルダム寺院火災から2ヶ月、出火原因の目処は立たず。6月14日金曜日、パリのノートルダム寺院火災から2ヶ月が経ちましたが、火災の原因究明の目処はまだ立っていないようです。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はノートルダム寺院火災から2ヶ月出火原因の目処は立たずです。6月14日金曜日、パリのノートルダム寺院火災から2ヶ月が経ちましたが、火災の原因究明の目処はまだ立っていないようです。火災直後、出火の原因について放火やテロ説まで様々な憶測が飛び交っていましたが、警察は放火説を早々に排除しています。現に放火に結びつく証拠はその後も上がっていない模様で、目下警察は出火原因に人為的なミスなど責任の所在の有無に矛先を向けて調査をしています。ノートルダム寺院火災の調査は、火災直後から数週間は約60名の捜査官によって行われていましたが、現在は県警察の2つの犯罪捜査チーム約15名が原因究明に当たっています。捜査官の急務は、寺院再建前の残骸撤去が始まる前になるべくたくさんの証拠収集を行うことです。過去1ヶ月半ですでに電線や銅線など数百個の証拠物件が県警の科学分析班のラボに送られています。
県警察ではさらに捜査官や消火に当たった消防隊員が撮影した画像や映像のほか、SNS に掲載されたものなど数千に上る写真やビデオ、さらに 3D 模型などを科学捜査員が分析しています。集められた画像や映像の一つ一つを注意深く調べることで、燃焼した木材部分の色や燃え方により、発火地点や火の回り方を特定することができるからです。調査はあらゆる角度から行われ、現時点ではエレベーター部分の電気のショートという仮定に基づく調査に多くの時間を割いているようです。しかし、それも一つの仮定に過ぎず、出火の原因を特定するには至っていません。膨大な証拠物件の分析に労力を費やしているにもかかわらず、いつ火災の原因が究明されるかわからないのが現状です。1000度近い温度に達した炎により、証拠物件となり得た建物の一部は焼失しています。火災当日、ノートルダム寺院の修復工事現場にいた職人たちは、それぞれ長時間にわたり捜査官の質問を受けています。彼らの証言によると、その日は寺院の骨組みの補強作業を行い、ガスバーナーなど発火する工具は使用していなかったものの、何人かの職人は喫煙が厳重に禁止されている作業現場でタバコを吸ったことを認めています。警察はタバコの吸い殻が木組みに火をつけたという仮定を排除していますが、工事現場が禁煙という初歩的なルールも守れなかったのであれば、他の安全に関するルールも厳守して作業していたか疑問に思わざるを得ないと、工事業者の安全管理ミスの観点からも出火の原因を調査しています。今回はマダム加藤にご執筆いただきました。マダム加藤、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Deux mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, quelle est l'origine de l'incendie? Vendredi 14 juin, cela faisait deux mois depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais la cause de l'incendie semble encore vague. Immédiatement après l'incendie, diverses spéculations ont eu lieu sur la cause de l'incendie, notamment l'incendie criminel et le terrorisme. Mais la police a rapidement écarté la piste de l'incendie criminel. Par la suite, il n'y a pas eu de preuves conduisant à l'incendie criminel et la police enquête actuellement pour déterminer s'il y a eu ou non une erreur humaine ayant pu provoquer l'incendie. L'enquête sur l'incendie à Notre-Dame a été menée par environ 60 enquêteurs pendant plusieurs semaines. Immédiatement après l'incendie, mais actuellement, deux équipes de 15 enquêteurs de la police de la préfecture enquêtent
actuellement sur la cause. Les enquêteurs ont pour tâche urgente de rassembler le plus de preuves possibles avant l'enlèvement des débris pour le début de la reconstruction du site. Depuis un mois et demi, des centaines de preuves, telles que des fils et des câbles, ont déjà été envoyées au laboratoire d'analyse scientifique de la police préfectorale. Outre les images et vidéos prises par les enquêteurs et les pompiers lors de la lutte contre l'incendie, la police préfectorale analyse des milliers de photographies et films sur SNS ainsi que des modélisations 3D. En effet, en examinant soigneusement chacune des images collectées, il est possible d'identifier le point d'allumage et le trajet de l'incendie par la couleur des parties en bois brûlées ainsi que la façon dont elles ont brûlé. L'enquête est menée sous tous les angles et semble se focaliser sur l'hypothèse d'un court-circuit dans la section de l'ascenseur. Cependant, ce n'est qu'une hypothèse et ne suffit pas à identifier la cause de l'incendie. Bien que les enquêteurs travaillent dur pour analyser un grand nombre de preuves, à ce jour, ils ne connaissent toujours pas la cause de l'incendie. Certains éléments qui auraient pu servir de preuve ont été détruits dans l'incendie de plus de 1000 degrés. Les ouvriers présents ce jour-là ont été longuement auditionnés par la police. Le jour de l'incendie, ils travaillaient sur la consolidation de la charpente sans utiliser de chalumeau, mais plusieurs ont reconnu avoir fumé la cigarette dans le monument malgré une stricte interdiction. La police a exclu que les mégots de cigarettes aient enflammé le bois, mais il se pose une question. Si des gens sur le site ne respectaient pas des consignes de sécurité aussi élémentaires que ne pas fumer, on peut se poser la question du respect des autres obligations de sécurité. Il privilégie ainsi la piste du non-respect des consignes de sécurité. Sébastien 先生、ありがとうございました。世界中の人々が見守るパリのシンボル再建のために、調査の進展を祈るばかりです。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。